ガリー・マカリスターは、スコットランド・マザーウェル出身の元サッカー選手。元スコットランド代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。サッカー指導者。プレミアリーグ、リバプール FC、トップチームコーチ。スコットランドのマザーウェル FC で頭角を表す。A 代表デビューは1990年、25歳の 時とやや遅咲きではあったが、以降は常に有力選手の一人として代表招集され続け、1990年代半ば以降は首相として存在感を示した。力投派で武骨なプレイスタイルの選手が多い、スコットランド人プレイヤーの中では、マカリスターの懐の深いボールキープ技術や繊細なパスワーク、戦術的クレバーさを感じさせるプレイスタイルは異彩を放っており、 その一方で、プレースキックの名手でもあった。一般的にはエレガントかつ知的なプレースタイルで、知られたが時に体を投げ出すような泥臭いプレーを見せたり、チームがピンチの際には献身的な守備に励むなど、セントラルミッドフィルダーとして求められる、激しさや運動量も持ち合わせていた。90年代のスコットランドを代表するプレイヤーの一人である。 1990年に代表デビューして以降しばらくはブライアン・マクレアーやポール・マックス・テイ等の影に控える存在であったが彼らが第一線を退くとなり変わって中心選手として対等する。1996年に隣国イングランドで開催されたユーロ96では背番号10番首相として出場する。グループリーグでは 初戦オランダ戦を0-0で終えた後、第2戦でホスト国であり、宿敵でもあるイングランド代表と対戦。スコットランドは、後半53分に、アランシアラーに先制点を許すも、後半77分に同点期となりうる PK を得る。しかしキッカーを任されたマカリスターは、この PK を外してしまい、さらにその直後の後半79分に、ポールガスコインに、 芸術的なゴールを許し追加点を決められるという劇的展開の当事者となった。スコットランドはこの敗戦が響いてグループリーグ最終戦のスイス戦に1の0で勝利するも得失点差でオランダを上回れずグループリーグ敗退となってしまった。続く1998年にはワールドカップフランス大会ではチームは出場権を得たもののマカリスター本人は 本大会直前で全治4ヶ月の故障を負ってしまう。それにより、プレイヤーとしての本大会出場は不可能となったが、スコットランド協会からチームスタッフとしての帯同を要請され、精神的支柱としてベンチ内から出場選手を鼓舞し続けた。なお、マカリスターは1990年のイタリア大会でも代表に選出されていたが、この時は、 出場機会は巡ってこず、結局プレイヤーとしてワールドカップのピッチに立つこととは無縁のままで終わった。マカリスターは引き続きユーロ2000を目指し予選を戦う代表チームに招集され続けるが、チームの予選敗退を受け、1999年に代表引退を表明した。このように代表では不運に見舞われ続けたマカリスターだが、一方でクラブでは、 着実に実績を積み重ね、イングランドリーグを代表する選手の一人に数えられるようになる。クラブチームでは1985年に加入したレスターシティを経て、1990年にリーズユナイテッドへ移籍金100万ポンドで移籍した。リーズでは背番号10番を背負い、首相として1992年のリーグ優勝を果たし、 あとの1990年代末期に先輩を起こすことになるリーズの土台作りに貢献する。リーズ在籍中のマカリスターは監督とチームの間に立って意見を交換したり、チャリティ活動やスポンサーとの打ち合わせなど、ピッチ外での活動を組織化する仕事も積極的にこなし、これらの働きが一層彼のリーダーシップの投矢につながっていった。 1996年にはいくつかの競合クラブの誘いを断り、コベントリーシティに当時このクラブの監督を務めていたリーズ時代の名優ゴードン・ストラカンの誘いに応える形で移籍した。マカリスターが小クラブコベントリーに移籍したことは彼が競合クラブへ移籍することを確実視していた人々を驚かせた。マカリスターはコベントリーでも首相として チームを牽引するが、ここではタイトルには恵まれなかった。2000年のリバプール FC への移籍は、当時35歳という高齢での強豪クラブへの移籍ということで注目を浴びる。メディアやリバプールのファンは、年齢的にピークを超えて久しいと思われた。マカリスター獲得を疑問視したが、マカリスターは、要所で重要な働きを示し、2001年の FA カップ、リーグカップ、 UEFA カップのカップ戦三冠獲得に大きく貢献した。とりわけ UEFA カップ決勝では貴重な追加点となる PK を決め延長にもつれたその試合で決勝点となるオーンゴールをフリーキックで演出しその試合のマンオブザマッチに選ばれる。これらの大活躍は入団当初マカリスターの能力を回帰的に見ていた人々を大いに感服させた。 2002年にはコベントリーシティに復帰する。シーズン中のチームの監督人事騒動に巻き込まれるような形でシーズン半ばからはプレイングマネージャーを務める。0203シーズン終了後に引退した。コベントリーシティやアストンビラなどで指導者としての経験を積んだ。ありがとうございます。